します。なぜ佐々木投手について、はい、ボールや、投球フォームなど吉井コーチとどのようにご覧になりました？いや、すごかったです。ボールの速さだったり回転だったり伸びだったり、はい、どういうところが一番すごいと思いますか？もう驚いてたんで細かいとこ見てないです。驚きっていうのは何に対しての驚きですか？いや、もうすごいなと思った。あんな球投げるやつ見たことないです。じゃあかなりこれまで地道にいろいろドリルを積み重ねてこられましたけども、このキャンプの13日間ってかなりこう順調にやってきてくれたんじゃないかという感じですか？そうですね、ここまで順調に来てます。今日はその、初めてこの傾斜、ブルペン、マウンドを使っての立ち投げということでしたけども、テーマといいますか、何かこう声をかけたり、はい、事前にこういうことに意識してやってくれっていうようなアドバイスだったりってあったんでしょうか？今日は何もないです。初めての傾斜だったんで、どんな風に投げるか何も言わないで、力みだったり投げてる感じっていうのは どんな感じでご覧になってたんですか？ちょっと力んでましたね。でもこれは普通だと思うので、はい、この後どう、修正していくか、また選手につながっていくと思うので、見ていきたいと思います。終わった後に少しちょっとこう横山投手含めて3人で声を言葉をかけてらっしゃいましたけども、はい、あれはどういったことを？本人たち投げてみてどうだったかという感想を聞いてました。投手の球を受けてみて、どんな感触でした？はい、そうですね、やっぱ今まで受けてきた人のボールとはちょっと違う、初めて受けるようなボールの感覚でしたね。その速さももちろんですけど、その球の質だったりとかっていうのも、初めて受けるような感覚でしたね。スピードっていうのはどんなぐらいの体感だったんですか？そうですね、体感155ぐらい出てたんじゃないかなっていう、もちろん分かんないですけど、左手のこの受けたミットの感触というのはどんな感じでした？いや、左、もちろんもう強いボールだったので、強い衝撃もありましたけど、やっぱりここがもう張っちゃいましたね、腕が。それだけ負けないようにこっちもちょっと力入っちゃうんで、左腕の前腕のところはちょっと張りましたね。はい、改めてどんなピッチャーだなってお感じになりました？そうですね、やっぱり、すごい、魅力的なまっすぐを投げるピッチャーだなっていうのが率直な感想で、今後やっぱりすごい楽しみになってくるかなと思います。入りまし入って、キャッチャー立たせた状態でボールを投げましたけれども、まずそれを終えてどんな感想ですか？今傾斜を使って投げれてよかったと思います。ご自身投げた感覚っていうのはどうでした？よくはなかったです。全体的に良かったなと思います。今日はご自身の中でブルペンに入る前に何かテーマを設定、どういうテーマを設定してどういう意識になりますか？投げること、傾斜投げることが一番、今日のメインだと思うので、それをしっかり投げれて、その面では今日傾斜を使ったことをできてよかったなと思います。これまでこう平面でキャッチボールを続けてきて、はい、やっぱりこう今日いざ傾斜で投げるというのはやっぱりちょっと違う部分でありますか？はい、違います。やっぱりこう勢いとかそういうところ、だってこれだけちょっとメディアの注目される中でのブルペンというところで、ちょっと力が入ってしまったり緊張したりというのはありましたか？あんまり気にならなかったです。キャンプを終えてるんですけども、実際に近くから終えて、佐々木投手ご自身としての収穫だったり課題いろいろあったと思いますが、まず収穫から教えてください。
いもうちょっとここをやっていきたいなっていう部分あればおっしゃいますか。技術的なことも、その練習もトレーニングも、もっと一つ一つの精度を上げて、もっと余裕がいいものをできたらなと思います。